今日から新年度です。静岡市では新規採用の職員に辞令交付が行われました。今年度静岡市に新たに採用されたのは行政職員162人と保育士や栄養士など41人の合わせて203人です。午前、静岡市役所で辞令交付が行われ、静岡市の難波市長から辞令が手渡されました。小さな成功体験、ほんの小さなことでもいいので、それを楽しみ、喜んでください。それを繰り返すことが、皆さんが、これから静岡市の中でですね、いい仕事ができ、社会に貢献できる人になれると。新規職員は今日からおよそ半年間研修を行います。明日からは早速市民の応対をするということです。